皆さん、こんにちは。よっこガーデンでーす。はーい。前回ご紹介したこちらの、カイラルディアですね。宿根草なんですけども、これ、前回も動画アップしたので、去年植えた子です。ね、一株が、足元見てもね、こんなに大きくなりました。すごいね、花上がりも良くって、これ、おすすめです。で、やっぱり欲しくなっちゃって、花屋さんに行ったら、いました。ちょっとね、もうなんか、最後の1個というか、この色がもう、あと3つぐらいあったんかな ?1 個じゃないや、それ違いますね。そう、この子がまだまだ、いけそうだったので購入しました。今から、ハサミをちょっとね、アルコール消毒して、剪定じゃない、この先輩方をね、お掃除して、そうね、どこに植えようかな。やっぱり、ここ、隣にあった方が可愛いよね。植えようかな、なんて思っています。ちょっと短いですけどね。あ、そうそう。それでね、昨日、ちょっと妹に教えてもらったんやけど、土用の日って、あれですってね、なんか新しいこと、結婚とか引っ越しとか、それで土いじりがね、なんか NG の日らしいです。知らなくって、雑草も抜いたりしてました。だから、土の神様にね、ごめんなさいって言ったら大丈夫だって聞いたので、私は50代ですけど、知りませんでした。恥ずかしいです。でもね、なかなか、マビっていう日があるらしくって、7月にも3回あって、それが、今日と明日は、神様がね、なんか、上の方にちょっと行ってるらしくって、今日と明日と、あと、30日かな?まだググってくださいね。は、触っていいそうです。なので、今日と明日がチャンスなので、やってみたいと思います。ちょっと短いですけどね。早速、ほら、蜂が体にいっぱい花粉つけてやってますね。ちっちゃい蜂やな。そんな感じで、今日はここまでです。あ、そうそう、うさぎ出しました。たくさんね、紹介したものがいっぱいあるんですけど、長くなっちゃうので、この辺りで。皆さん、ここまで見てくださって、ありがとうございました。ガウラルディアです。黄色とかね、いろいろありましたけど、このなんか、ツートンバイカラーっていうのいいね。はーい。ではでは、ありがとうございました。バイバーイ。